普段の食事で炭水化物は何パーセントくらいにしてますか？何パーセントやね、何パーセントとかで考えないですね。あとは、試合が近づいてくると、炭水化物を取る量をちょっと増やしますね。で、割と試合後は減らしますかね。減らすって言ってか、まあ普通には取ってるんですけど。